本当に痩せられるのかなっていう不安があって、どうしようかね。エリナさん、はあ、何ですか？ちょっとお話があって。怖い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 。少し座っていただいてもよろしいでしょうか？はい、カメラ回ってる。何何？怖い。はい、実はリーちゃんからちょっとこちらが届いたので、はい、見ていただいてもよろしいですか？はい、もうパソコン。何何何？お願いします。開けます。はい。りーちゃんからなんかメッセージ。おはようございます。今日はちょっと急遽カメラを回してみたんですけど、今ダイエットを始めて1ヶ月くらいが経ちました。その中で結構悩みがいくつか出てきてしまったので、そうですね、主に3つくらいあるんですけど、一番大きな悩みはやっぱり体重が思うように減らないことですね。今まで食事制限をするようなダイエットが主というか、それ以外ほぼやったことがなかったので、こうやってしっかり食べるダイエットっていうのは初めてなんですよ。こんなにしっかり食べても本当に痩せられるのかなっていう不安があって、もちろん増えもしないんですけど、そこまで減らない、食べ過ぎてもそんなに増えなくて、でもちゃんとダイエットしているつもりでもあんまり減らないっていう日々がずっと続いてます。前回のダイエット企画のめみちゃんが最初の1週間でマイナス 1.5 キロくらい落としたと思うんですけど、もちろんタイプが違うっていうのはわかるんですけど、私がこのまま痩せなかったらどうしようっていう不安がやっぱりあって、めみちゃんがしっかり結果を出された分、私が出せないんじゃないかなっていう。いつもだったら自分だけのダイエットなので痩せられなくても、ああ痩せられなかったなで終わるんですけど、今回こうやって YouTube で公開していただいていて、エリナズチョイスの視聴者の方にもご覧いただいているので、ちょっと痩せないっていうわけにいかないなっていうプレッシャーも少しだけあるので、ちゃんとしっかり食べ続けてて本当に大丈夫かなっていう不安があります。でもう一つの悩みは、毎日毎日ダイエットをしていて何を食べたらいいか分かんなくなってしまったというか、今までその食事制限のダイエットが長かったので、ダイエット飯といえば納豆とか鶏胸肉とか豆腐とか、そういった質素のものしかやっぱり思いつかなくて、今まで糖質制限もやってましたし、油はなければないほどいいと思っていたので、油が足りてないんだっていうのを知って、なるほどと思いました。確かに今まで私が便秘で困っていたのは脂質が足りてなかったのもあったのかなと思います。今までのダイエット飯が染み付きすぎていて、いつものエリナさんのダイエット Vlog みたいな、痩せられるのにしっかり目にも心にも体にも美味しい食事、満足できる食事っていうのをしたいんですけど、バラエティというか思いつかなくて、何を食べればいいんだろうって思っています。でもやっぱり質素な食事だと飽きも来てしまうというか、満足感も少ないので、結局食事で満足していないとそういう感触が増えてしまって、あんまり意味がないというか、理想は3食そのご飯で心も体も満足して、甘いものはもちろん好きだけど食べなくても全然大丈夫っていうゾーンに入りたいです。で最後に3つ目の悩みは、果物とか野菜とかがを取りたいなって思うんですけど、で野菜はなるべく1日 350g 以上っていうふうに言われていて、で意外とその野菜の量って多くて、外食とか行くと全然野菜が取れなかったり、野菜大好きなんですけどそんなに取れない時もたまにあります。とにかく私のバリエーションが少ないので、それこそ
目には満足できないような野菜の取り方をしているので、簡単に美味しく野菜が取れるような方法があればなって思ってます。これが主に私の悩みなんですけど、今のところまだ減る兆しが見えていないので、いつかスイッチが入って減ったらいいなって思うんですけど、でも食べて痩せるダイエットっていうのがちゃんと成功したら一生ものになると思うので、絶対に今回は逃げたくないんですけど頑張りたいっていう気持ちはもちろんたくさんあるので、いつもだったら挫折してしまいそうなところをしっかり食べるダイエットなので、そこに関して挫折はしなくて大丈夫そうだなっていうのが嬉しいところかなって思います。でもやっぱり痩せたいって思いますね。じゃあこんな感じで私の悩みをただただお話しする動画でした。リーナさんにお送りして少しアドバイスをいただけたらなと思います。ありがとうございました。バイバーイ。なるほどね。ちょっとあれだね、今スランプだね。そうですね。いやでも確かに1ヶ月経って、私的にはあのりーちゃんは伝えた通りのバランスのいいお食事をしてくれてるとは思ってて、まだちょっと課題はね あるんだけれど、数字と見ると体重としては減ってはいない、増えてもないけど、はい、減ってもないっていうところですよね。そうですね、そこ多分視聴者さんもちょっと心配してるところだとも思うし、りーちゃん自身も多分自分のためだけじゃなくて、やっぱりこうやって公開しているわけだから、プレッシャーとかも結構もう半端ないというか、真面目だしさ、すごい責任感強い子だから、そういう葛藤があるんだなと受け止めました。りーちゃんとはメールで LINE でやり取りはしてるんだけれど、実際に本当に結構深刻に悩んでるなっていうので、どうしよっかね。今の私の気持ちとしてはそんなに実は心配はしてなくて、1ヶ月経って確かに数字としては現れてないけれど、確実にやっぱり体の中は変わってきてると思うし、体質改善の最中だと思ってるので、ここ踏ん張り時だね。はい、ここでこう諦めたりだとか投げ出すと、今までの1ヶ月の体質改善の期間が水の泡なので、ここはちょっとリーちゃんに耐えてもらって、なんとか続けてもらいたいなっていうふうに思ってます。まあありきたりな言葉になっちゃうんだけど、今は数字として現れなくても焦らずっていうことをりーちゃんに私からは伝えたいです。人によって太り方も違うし、人によって痩せ方だったり痩せるスピードだったり、そういうのももう十人十色だと思うので、なので一旦ミーティング組みましょうかね。はい、はい、そうしましょう。ちょっと近々2人で話し合いたいと思います。私からの、まあ、お願いなんですけど、みんなの中でこういうダイエットをしてとか、私のダイエット法を試してみて何キロ痩せたよとか、停滞期にこういうことしたら痩せられたとか、皆さんの成功体験とか体験談をぜひねコメント欄に、書いてもらえるととっても嬉しいです。多分それがりーちゃんの今後の活力とか励みになるんじゃないかなっていうふうに思っているので、ぜひ皆さんご協力をお願いします。はい、ということでちょっと今後どうするんだろうみたいな動画に今日はなってしまったんですけど、私としては全然諦めてないし、必ずうまくいくと信じているし、絶対に大丈夫なので、今後もこの企画を進めていきますので、皆さん応援をよろしくお願いします。